い。生きてるか、お前ら。生きてるけど、どうして生きてるの、私たち。リベリア様の魔法、あれがなかったら文字通り消し飛んでいた。まだ原形を保っているか、小娘ども。私の魔法の腕も衰えたか。いや、腕を上げたあのハイエルフを評価すべきか。だが、お前たちを守っていた加護も弾けた。もう次はない。あちらも死ぬ。エルフとドワーフはともかく、あの小娘。神が召喚したモンスターとあそこまで拮抗するか。オラリオ崩壊の前兆。これもまた一興か。何も思わないのか。何をだ。あれを見て何も思わないのか。人々を殺戮し、あらゆるものを壊す、あんなまがまがしきものを呼び出して、本当に何も感じないのか。限りなくうるさい。そうは思う。だがそれだけだ。神を殺す資格、平等の破壊、まさに邪悪の化身だ。あれが失望を殺す鍵となってくれるなら我慢もしよう。私からすれば、この身に救う空虚な失望の方が耐えられない。あなたの失望とは、なんだ。オラリオを守ってきたゼウスとヘラを、そうまで反転させた失望とは、一体。いいだろう。これだけ私を煩わせてなお、未だ雑音をかき鳴らすことのできるお前たちには、聞かせてやる。私たちの失望を。947。随分と打ち合ったが、ここまでか。それだけ武装に身を固めても、届かなかったな、クソガキ。嘆かわしい。呆れ返る。お前が今代の最強とは。やはり俺たちの失望は止まらない。ならば卑怯。オラリオを滅ぼすのも、やむなしだろうよ。やむなし。やむを得ない。何を。仕方がないと、そう言った。迷宮の蓋を開け、あまたの命を奪い、人類をまびく。やりたくはないが、やるしかないとな。我々の失望とは、無力。あまりにも単純で、この上なくありふれた虚無感だ。無力？虚無感？一体、何に対しての？オラリオ、いや、世界に対して。何より、自分たちに対して。どういうことだよ。
私たちにも分かるように説明しやがれ。我々の無力など語るまでもない。ベヒーモスを撃ち、リヴァイアさんを召した私たちは、敗れた。黒竜に。三大クエスト。神々をも認めさせる実力を有し、自負に溢れた強者どもが、いともたやすくなぎ払われ、かつて味わったことのない蹂躙にあった。粉々にされ、八つ裂きにされ、焼却され、餌にされ。ボロクズと化した私の視界には、血の海しか残っていなかった。そして生き残った者たちは、最強の英雄と称えられていた眷属たちは、逃げ出した。私はあの時確信した。ああ、このやり方ではダメだったのだと。真の絶望に抗えない冒険者ども、世界の悲願には届くことのない英雄を語る無力の共柄、神にすがるこの時代では、あの黒き終末には決してかなわないと。世界は英雄を欲している。だが、世界が欲する英雄とは、どのようにして生まれ、どのようにして成り立つ。真の英雄とは、果たして本当に、今の時代から誕生し得るのか。何？図らずとも黒竜に敗北した俺たちが実証してしまった。今のやり方ではならん。このやり方では拉致が明かぬと。新時代の英雄では、あの化け物には勝てない。ならば、今も語り継がれる俺たちの誇り。英雄の時代を取り戻すしかあるまい。貴様。まさか。そうだ。時代を逆行させる。かつての英雄神話を再現するために。怪物どもが地上を席巻し、恐怖と絶望に支配されていた古の時代、絶滅の危機に瀕していた人類は方向を上げた。喰らい尽くされてなるものかと、逆に喰らい返さんと、強大な絶望を前に己を落とし、限界を打ち破った。そう、あの時代が生んだのだ。武田家しくも勇ましい昔日の英雄を、最強の伝説を。古代の光景を蘇らせるために、迷宮からモンスターを解き放ち、今の平和を破壊する。その通り。静かに腐りつつあるこの下界を混沌で満たし、英雄を生む礎を用意する。でなければ勝てん。人類は打ち勝てん。黒き終末に飲み込まれ、下界は完全なる滅亡を迎える。故に多くの犠牲を払い、黒竜に届く一を作り上げる。この世を救う最後の英雄を。千年、古代が終結し、神々が降臨し、人類に恩恵を授けるようになって1000年。それほどまでの時をかけ、
世界は古の怪物と戦う準備を進めてきた。その結果がこれだ。私たちはむざむざと敗北し、ゼウスとヘラ、いや新時代が築き上げた千年は無駄になった。あの黒竜には何も通用しなかった。あれほどの風格を誇っていた最強の男が、あそこまで傲慢な最強の女が、血を吐いて腕を失い悲鳴を上げ、最後はみっともなく敗走した。無様とはこのことだ。私はつくづく失望したよ。私たち自身に、この世界そのものに。だが希望はある。それこそが英雄神話。古代の人類はその身一つで大穴よりあふれた化け物どもと渡り合った。ファルナなど授からずにだ。信じられるか。精霊の手助けはあったとはいえ、あの時代の者は自分たちの力のみでモンスターの侵略を押し返したのだ。始まりの英雄からその意志をつなぎ、新たな勇者が生まれ、そして最後には一人の英雄があの黒竜から目を奪い、このオラリオの地から追い払った。今の我々では届かなかった偉業を、かつての英雄たちは成し遂げた。それが全てだ。それでは、あなたの失望とは、あなたたちの目的とは。ああ、人工の英雄ではダメだった。ならば、新時代から解き放たれた純然たる英雄を生むしかあるまい。そのために、もう一度英雄の時代を取り戻す。なんだよ、それ。それじゃあ、お前たちがオラリオを滅ぼそうとしているのは。この下界を救うためだ。結局、てめえらも世界の平和を望んでるってことかよ。それなら、仲良しこよしに手を取り合えねえのか。無理だな。お前たちはあれを見ていない。あの終末の竜を。圧倒的な絶望に対し、あまりにも無知だ。我々の意見は決して交わらない。そして、私とザルドはもう唯一の答えを出している。あなたたちは！なんだ！暴風？いや、ダンジョンに竜巻？あれもモンスターの仕業だってのか？違うわ。あれを生み出してるのは。憎い。
ちみたいな存在がいるの。たくさんのものを壊して、たくさんの人を傷つけて、たくさんの悲しみを生み出して。誰かの泣く声は止まらない。私たちの涙は止まらない。死んでしまえばいい。だから、殺さなきゃ。お前たち、みんな、すべて。テンペスト。まさか合図の魔法とスキルが共鳴を。モンスターが落ちている。だがデスペレートに響か。バカな、デュランダルの剣でも耐えきれんというのか。よせ、やめろ。先にお前の体が砕け散ってしまう。合図。素晴らしい、おぞましき力。黒き風、ヘラが欲しがったわけだ。剣気、あんなものを彼女一人で。見ろ、あれだ。あれこそが奪われた者の力。恐怖と絶望、その先で手に入れることのできる至強の方向。かつての人類も経験したであろう負の連鎖、その末の景色。あまたの犠牲を乗り越え、選ばれし者たちがあそこにたどり着きさえすれば、黒竜を撃てる。世界は終末を乗り越える。そんなこと間違って、そういうか。ならば提示してみせる。あれ以上の力を、あれ以上の証を。意志を、覚悟を、正義を、できるものならこの私に証明してみせろ。いい叫びだ。真の絶望を知る者の雄たけび。アルフィアたちだからこそ出せる通告。さあリオン、そして冒険者たち、その絶望に正義を示せるか。これもまたあの日の延長。俺たちは、生意気なお前たちの答えを待っている。時代を巻き戻す。今の世界を一度破壊し、古代の英雄を再誕させるだと。イカれてるぞ、あの女。そうでしょうか。私は驚きはあれ、彼女たちの望みは真っ当なものだと思いますが。ふざけるな。虐殺と破滅が正しいなどと肯定されてたまるものか。そんな道理があっていいわけ。なぜなら、彼女たちの悪は彼女たちしか知らない真実に基づいている。そしてあなたたちはその真実を知らない。暴食と静寂からしてみれば、自分たちの信念こそが正義だと疑っていないでしょう。だって世界を守り、世界を救う手段と過程の差異はあれ、目的はあなたたちと一緒ではありませんか。それは
問をしましょう、美しいお嬢さん。あなたの目には私がどう映っていますか？嫌そうな顔をしないで、どうか答えてください。血に酔い、血に狂うけだもの、殺戮に思考を見出したクズだ。なるほど、手厳しい。ですがあなたの言う殺戮とは事実であって、私にとっての真実ではありません。お嬢さん、私の目にはですね、あなたがとても汚らわしい灰色に映っていますよ。何？私は生まれた時から欠陥を抱えていました。視界に映るものが全ておぞましき灰に見えてしまう。さらに人々の声は耳障りな雑音に聞こえ、口に入れるものは全て形容できない異物に感じられる。香りなど概念すら知らなかった。それだけならばまだマシだったのですが、ある日気づいてしまいまして。何をだ？灰色の光景の中で唯一人が流す血の色だけは鮮やかでとても美しい赤色として感じられること。あの時の感動は忘れられません。私はもう一度見たいと思った。ですが自分の血ではいくら流してもダメでした。そう、他者の血でなければいけなかった。もっと言うならば、恐怖、嘆き、苦しみ、絶望、およそ負の感情と呼べるものがそこに含まれていないと、私はやはり何も知覚できないようなのです。気づいた後は止まりませんでした。試しに人をナイフで切り、石で殴る、誰かを殺めてみる。その途端、私の世界は色づいた。枯れていた私の心は潤い、もっともっとと興奮と絶頂の言いなりになるしかなかった。恐怖と絶望の声がはっきりと聞こえる。流れ出る血と炎で巻いた人肉の焼ける匂いが芳醇に香る。こんなひどいことがありますか？私はあなたの言う殺戮の中でしか人間になることができない。これを世界の歌詞と言わずして何というのでしょう。このような私は世のため、人のため、自ら命を絶つべきでしょうか？それでは私の気が収まらない。私が殺戮の中でしか味わえない事柄を誰もが当然のように享受しているなんて、そんな不平等なことがありますか？私が世界の歌詞だというのなら、私のような存在を生み出した世界も欠陥そのもの。この不完全な箱庭に復讐をするためには、箱庭そのものを壊すしかない。それこそ世界是正、私の大願。それがお前がイビルスに組みする動機か？ええ、私の真実を肯定するためには、あなたたちが正義と呼ぶものを打ち倒すしかない。そして私のような被害者を出さないようにするには、歌詞を生む世界ごと一度リセットするしかないでしょう。神々を憎みながら、彼らが作り保った箱庭を破壊し、次こそは正常なる楽園を築いてくれることを願って。それで私に同情してほしいのか？いいえ、まさか。
ただ知っておいて欲しかったのです。事実と真実の相違というもの。そうすればあなたたちも少しは納得して倒れてくれるでしょう。望んだところで善人にも聖人にもなれない、憧憬を抱く英雄にだって、殺戮の先に賜る私の称号は罪人に違いない。だからこそ私は己を貫くしかないのです。これが私の悪、そしてこれが私の正義なのです。正義か悪か、道理か非道か。どう評されようが俺はどうでもいい。ただなさねばならぬと誓いを立てた。これだけは絶対だ。俺は俺の誓いを成し遂げる。故に邪魔する者は全て喰らい尽くすまで。長話が過ぎたな。アルフィアたちを待つまでもない。俺がオラリオに引導を渡そう。この剣でバベルを。待て。タツク、だが立ったところでどうするつもりだ。半死に、そんな体で俺を。俺の兜。なんだ今の動きは。いや、答えなくていい。この香り、わかるぞ。今のお前の味が。お前、怒っているな。俺が今まで目にしたことがないほどに。そんなに俺の戦いの動機が勘に触ったか。それとも、お前も俺たちの行いを下道と罵りたいか。世を守らんがために、世を滅ぼそうとする俺たちを。黙れ。何？お前の建前など、どうでもいい。建前？何を言っている？お前の御託に、投げかける俺の言葉など、ないと言っている。もし、問うことがあるとすれば、それは、ザルド、その鎧の下、どこまで侵されている。お前の誓いなど、俺にはわからん。俺には、お前の剣が映し出す、お前の意志しかわからん。お前に敗北した、あの夜、俺は、貴様に臆していた。だからあの日、俺は、お前の意志がわからなかった。だが、今ならばわかる。お前は前例をもって壁になろうとしている。お前たちはまた俺たちの踏み台になろうとしている。8年前と同じようにマキシムたちの行いを繰り返すかのごとき。何を言っているかわからんぞクソガキ。俺のわかる言葉で話せ。イノシシ、
仮にもしその言葉が正しいとして、何がそこまでお前を奮い立たせる。屈辱だ。俺が浴びるのは屈辱と敗北の泥ばかり。身の程をわきまえず壁に挑み、倒れては土の味を噛みしめる。そして今も俺は弱いまま、こうして再びお前たちを立ち塞がらせたこの身が憎い。なんたる脆弱、なんたる堕弱。俺はお前たちの失望以上に俺の無力を呪う。それで、だからこそ俺の答えは変わらん。俺の答えはただ一つ。それはお前を倒す。やってみせろクソガキが。俺に一度も勝てなかったワッパ、生涯負け続けてきた畜生め。ふざけなよ、いけがるな、抜かすんじゃねえ。これまでもこれからもてめえが浴びるのは屈辱の泥だけだ。たとえそうだとしても、俺はその泥を礎に変える。彫刻の礎に変えてのける。そこまで言うなら吠え上がれ。てめえの弱者の方向を聞かせてみろ。勝者は敗者の中にいると証明してみせろ。音と衝撃がまた都市の真ん中から響いてくる。オッタルが立った。まだ勝負は決まっていない。王者、立て直せ。この剛健の音が途絶えない限り、オラリオは負けない。この戦いの音色に我々も名を連ねろ。バルガー、戦線を押し上げなさい。王者がつけた火を無駄にしてはならない。都市に灯ったこの炎が消えた瞬間、私たちは負ける。了解。何やってやがるザルド。王者を早く仕留めろ。オラリオを調子づかせるんじゃねえ。てめえら、残りのモンスターを放て。全部だ。全部、全てですか。もう手すきのテイマーはいません。ここで放ってしまえば味方にも被害が。テイマーはいらねえ。それよりも使えねえザコどもを見繕え。餌に変えて食われても困らねえ奴らをな。かしこまりました。モンスターどもの前を走らせて都市の中央へ誘導しろ。セントラルパークに化け物どもを集めやがれ。ザルドたちの決着を待つなんてもうやめだ。結界も氷壁もぶち抜いて、バベルもろともオッタルを潰してやる。敵増援確認。モンスターの大群、進路は都市中央へ向かっています。何？まさか。セントラルパーク北部、敵増援が結界に接触。モンスターがなだれ込んでます。バレた。アレン様、フレイエ様とオッタル様の元にモンスターが。ここはてめえらが何とかしよう。アレン様！
同志たちが結界が破られる。バレッタめ、全くもって明らつだな。我々も向かうぞ。都市崩壊の瞬間をこの手で迎えてやる。待て、よせ。やめてくれ。終わりだ、オラリオ。ダイン、おう、バーラ、ああ、皆まで言うんじゃないよ、ノアール。すまん。先にこれだけは言わせてくれ。どうしようもないお前たちと出会い、今日まで全くもって愉快だったわ。ノアール、ダイン、バーラ、ロキ、じゃあな。待て、ノアール。悪いな、ロキ。最後までろくな親孝行もしてやれなくて、許せよ。その代わり、最後に一花咲かせてくれる。セントラルパーク、全方位から攻撃を受けてます。結界を維持してる魔導士たちが攻撃されて、もう持ちません。バラフレイヤが単身駆けつけましたが、一つの方面しか守れません。今から半端な援軍を送っても返り討ちに。団長、どうしたんですか。何を見て。え、あれは。ノアール。ダイン、武装は。おう、敵の死体から剥いだ。よし、くれ。準備はいいね。化け物どもの海へ突っ込むよ。おう、行くぞ。ノアールさん、ダインさん、バーラさん、何やってるんすか。たった三人で無茶っす。戻ってください。ノアール、まさか。かあ。オリバス様、敵襲です。北の方角からわずかな手勢がモンスターに突撃を。なんだと。冒険者ども、一体何をするつもりだ。モンスターたちの動きが北に傾いて。シャクティ団長、あれを。ロキファミリア。行くのか、勇士たちよ。まさか。
いつからだ。意欲より先に丁寧が体を支配するようになったのは。腕が重い。視界が狭くなった。心が思い描く自分に枯れた木のような足がついていかない。恩恵の力を実感する以上に、日に日に衰えていく肉体を感じるようになった。そうだ。英雄となるには、この体は老いすぎた。向こう3年、もし今のまま戦えたとしても、その先はわからない。ならば、くれてやる。この命を、俺たちの希望に。次の世代につなげてやる。もう十分生きたオラリオの老兵ども、俺たちは先に行くぞ。私たちが一番乗りだ。悔しかったらケツを追ってきな。ロキファミリアのジジイどもめ、いつも調子に乗りやがって。バカめ、お前らに格好をつけさせるものか。負けてたまるものかよ。嘘だろ。行くな。おい、周囲の砦から祝連の冒険者たちが。待て、勝手は許さん。持ち場に戻れ。ジャフ、ラーザ、カイリー、私の命令が聞けないのか。ハーディの元へ行こうとするな。てめえら。すまん、バナフレイヤ。この後は頼む。あの野郎ども、都市中から三五五と、そんなでモンスターどもが止められるかよ。どこ笑わせんな。てめえらは無駄死にだ。たとえそうだとしても、ノワールたちに続いて冒険者が中央に集まってく。オラリオの先達がみんな死に場所を決めて。じゃあな、ガキども、主審のオモリア任せたぞ。師匠、置いていかないでください。師匠。大丈夫、私たちはずっと血でつながっている。待って、待ってよ。これが名も残らない冒険者たちの番か。いや、これもまた眷属の物語。死に損ないの老人ども、無駄なあがきはやめろ。お前らがいくら抵抗したところでモンスターは止められん。
バベルはもう落ちるのだ。そうかい。なら少しでも時間を稼がせてもらおうか。ついでに一匹でも多く化け物どもを道連れにしてやろう。離れた場所からギャーギャーやかましいぞ、ベンデッタ。そんなに止めたいのならこっちへ来い。共に舞おうぞ。それともモンスターどもに囲まれるのが怖いか。おいぼれが、どうしよう。魔剣を出せ。矢も構えろ。奴らを撃ち殺せ。砦の防衛を続行。ノワールたちの独断のせいで陣形に穴が開いた。それを塞ぐよう徹底。反抗は許さない。団長、各拠点民衆の護衛を最優先だ。従え、ラウル。嫌です、嫌だ。自分は、あの人たちに助けられてばっかりで何も返していないのに。いいんだ、フィン。気にするな。ただの代替わりだ。売れ残った俺たちの命、ここで使い切ってやる。あとはお前たち、次の世代が物語を綴っていけ。選ばれることのなかった俺たちの代わりに、お前たちが最高の英雄譚を紡いでくれ。70と少しか。まったく、あがきにあがき抜いてやった。悔いなき人生だったわ。自爆、大量のモンスターを巻き込んで。おのれ、おのれ。ノワール、みんな、すまんな。ありがとう。ノワールさん、また誰かが死んだ。また誰かがくたばった。うるせえ悲鳴が聞こえてきやがる。今も化け物を道連れにするたけり声が響いてきやがる。嘆くばかりで話にならねえ。引いた轍に亡骸を転がし、どいつもこいつも無様を晒す。救えねえ。俺の後に誰もついてきやがらねえ。
何ちんたらしてやがる。さっさとバベルを落としやがる。バカどもがいくらあがいたところでモンスターを止められるか。早くあの結界をぶち壊すんだ。それが、光がセントラルパークを取り囲んで近づいたモンスターを粉みじんに吹き飛ばしています。光？一体何を言ってやがる。閃光の周回が、戦車の爆心が止まりません。駆け抜ける、駆け抜ける、駆け抜ける。結界に近づく全てを引き殺し、爆砕し、粉砕し、そのバカみてえな反動で間抜けにもてめえの体を壊していく。指が折れた、頭が割れた、血が止まらねえ。それがどうした。てめえは戦車だ、限界など知ったことか。あいつらが稼いだ時間、あいつらが今も引き延ばす猶予、それをすべて失踪のために利用する。くだらねえし救えねえ、お前らの犬死にを俺が奇跡に変えてやる。だからよこしやがれ、てめえらの命。この俺に、あの野郎に。勝ち上がれ、おったれ。
ち上がれ！おったる！あがきにあがき抜いてやった！悔いなき人生だったわ！頼む！負けないで！頑張れ！届いてくれ。果たしてくれ。慈悲、黄金の剣や、この身は戦の王を拝命せし、駆け抜けよ、女神の真意を乗せて、ヒルディス・フィーリを許せ。神々の晩餐をも平らげること。むさぼれ、煙獄の下、喰らえ、灼熱の牙。アメブラシア。止まるな、進め、越えろ、オッタル。行きなさい、オッタル。勝ちなさい、オッタル。
一撃の衝突が、氷壁も、結界も砕いて。剣撃の音が、途絶えた。どっちだ？どっちが勝った？ザルドに決まってんだろうがよ！ようやく蹴りをつけたか。最強の眷属さんよ。マジくたぶれちまったぜ、化け物野郎。さっさと姿を見せやがれ。絶望、オラリオに見せつけてやる。炎と煙が晴れて、誰かが歩み出てくる。王者。制した！最強を塗り替えた！ゼウスとヘラの壁を、千年の歴史を乗り越えた！叫べ、冒険者たち！勝者を称えろ！たった一人の王者を。オッタル、オッタル、オッタル、オッタル。バカな。そんなことが。誰だ。待ち上がれ。ふざけんな。そりゃありえねえ。ありえねえ。ゼミマーども、モンスターに命じろ。中央に残ってる大軍全部で、死にかけのイノシシを押し潰せ。耐えなさい、オッタル。膝をつくことは許さないわ。あなたは勝った。本当の王者になった。どれだけ傷ついて力を失っていたとしても、立ち続けなさい。その栄光を都市に見せつけなさい。は、フレイユ様。ステータスを更新するわ。あなたは終わるまで敵を平原しているだけでいい。成し遂げた偉業はここに刻んだ。剣を持ちなさい、オッタル。一撃、震えるわね。頂点、示せるわね。なら投げ払いなさい。こちらへ押し寄せるあの醜悪な怪物たちを。御意。
やがった。この圧倒的な力、間違いない。レベル7、名実ともに王者が真の最強に至った。イビルスの残存勢力およびモンスターを掃討する。敵の士気は落ちている。総員畳みかけろ。地上の勝敗は決まった。犠牲を払った冒険者たちはその命に報いるため必ず敵を打ち倒す。あとはダンジョン、そっちは任せたぜ、正義の君。まさかここまで来るとは。一体何度俺を驚かせれば気が済む？アストレア。